分科会を再開いたしますそれでは休憩前に引き続き質疑を行います鎌野委員鎌野委員どうぞよろしくお願い致しますえー、っと私からはですね、えー、まず、えー、若年子育て世代が定住できるための 支援策の充実ということで、えー、質問したいと思います、えー、住宅審議会の中でも若年子育て世代の市外流出それから あ市営住宅居住者の高齢化という課題が上がっているというふうに聞いております、この一番目の課題を解決するためには、やはり若年子育て世代が定住できるための住,住宅政策、これ、重要だと思っております、なぜですね、えー、市外の流出が続いているのかということですけれども、それはこの間の観光インバウンドを見込んだホテルの建設ラッシュや、まあ、商業施設の建設ありました。まあ、こうした有 うちによりまして、地価が高くなったこと、まあ、これが大きなあの原因だと私は捉えております。私、地元は下京ですけども、本当は非常にあの、非常に環境のいいところで便利で住みたいんだけれども、なかなか住めないんだという声を数多く聞いております。やはり解決のためには、定住できるための支援策が必要だろうと思っています。まあ、この市営住宅についてはですね、えー 子育て世代やあ若年世帯向けのお住居の供給戸数に対しても、まあ、これまでもお優先枠を設けているし、今後も引き続き公募を行ってまいりますという、まあ、そういう回答をあの会派の要望にも寄せていただいております、まあ、セーフティーネットとしての、まあ、市営住宅の重要性については当然言うまでもないと思いますし、 まあ私どももこれまでは管理個数は減らさず維持すべきだというふうに述べてまいりました、ぜ、ま、ひ、あ、とも今後もそういう方向で実施させていただ,、えー、いただきたいと思ってます、ただ、それは、支援はそうなんですけれども、まあ、同時に、ですね、まあ、民間住宅でもこの改層への対策が大事だというふうに冒頭に述べたように思っているわけですけれども、まあ、このことについてのまず認識をお伺いしたいと思います。平松住宅室長 はいあのまあ、市営住宅につきましても、まあ、あの現状、十、え、分、ー、余裕が、余剰が生じているというような状況がございまして、また民間賃貸住宅につきましても、えー、供給量が増えまして、今では空き家も多く発生している状況がございます、えー、非常にまあ住宅の選択肢が多い、えー、現状でございますので、あのー、民間賃貸住宅に入居できないということは、あほとんどないのかなというふうに認識をしております釜井。 はい、民間住宅の選択肢も多くございますので、空き家が多い中、えー、民間賃貸住宅に入居できないということはないのかなというふうに認識をしておりま釜野委員。空き家がですね、えーまあ、結構、市内でも行政によって違いますけども、一定空いてるということですので、まあまあ、支援も空いてるし、民間も空いてるということなんですけれども、ただ、だからといって、そのこの間の。あのー 最初に申しましたようなさまざまなホテルとか商業施設のラッシュで、えー、値段がその急激に下がっているということはないと思うんですねで、えー、定住しようと思ったらやっぱりそれの経済負担があるというふうに捉えているわけです、その辺はじゃあ、どうお考えですか。平松市長住宅の購入ととか、えー、なりますとその地価が、まあ じか、えー、に反映されるものかと思いますけれども、まあ、賃貸で言いますと、えーそう、すぐに反映されるものではないのかなというふうには思っております釜井。そういう中でも、ですね、えーまあ、実際問題、えー、なかなかその急激に下がっているということはあのないと思うんですね。確かにあの 僕申し上げているのは、購入の時にどうこうということでないし、そういうことは当然できませんし、まあ、賃貸での対策の強化ということなんですけれども、この京都市の基本計画の政策分野の21のところの、まあ、基本方針の中でも、若年子育て層の定住促進という文言が盛り込まれております、まあ、そのために、一つの手法として、これまでも求めてきましたけれども、 おこういう世帯に対する家賃補助というのはあの検討できないかと考えますけれども、この点はいかがでしょうか平松市長。はい、あの先ほども申し上げましたけれども、今、えー、現状、まあ、住宅に余剰が生じておりまして、えー、住宅の選択肢が、えー、多い現状でございます、まあ、そうした中で、えー、行政が民間住宅への家賃補助制度を創設するなどの特段の必要性はないと考えております釜井。はいはい えー、そういうのはどういうふうにして、えー、この定住促進、支、ま、援、あ、は,は一定方向性が出されてるんですけれども、この民間についてはあ、特にそういう定住促進のことの関係でいえば、今は取り立て対策は必要ないということですか平松市長、はいあの。若年子育て世帯層の定住促進、これにつきましては重要な課題でございます。 家賃補助がしかしながら、家賃補助が直ちにしないデいタ促進につながる有効な手段であるとは考えていないということでございます、はい、天野委員、えー、その点、えー、私は結構大きな手段だと思っておりますが、その点については引き続きまた、そしたら新たな材料も踏まえて議論をさせていただきたいと思います。今おっししゃいましたようにあの空き家が、あのー、数が数多く、えー あると余剰だというふうなこともありました。でここを、こういう世代に、世代にとって、活用するというふうなことについても、もう。一つのやり方じあろうかと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。寺澤、市長。あの空き家を活用した、え、ー 若者世代の入居でございます。あの一つがですね、あの私どものあの空き家対策の補助金で、大学生等の住まいといったようなあの対象に補助も行っております。またあの、えー、そうですね、あのそういろんなこの頃貸し方がございましてですね、あの例えば。えー 貸主の方でですねか借り主,主の方で、えー、空き家を、まあ、好みのように回収すると、そのまあ、現状融資で貸した場合、相場よりも、えー、安く借りれるといったような貸し方もあるようでございますので、まあ、いろんな方法をです、ね、しっかりあの周知していくと、でまた地域で、まあ、あの空き家対策に取り組んでいただいているところもございまして、こうしたところでは若者世代への入居を。 望、えー、んでおられるところが多くてですね。そういった意味で、あの若者世代への常発信としているような地域もございますので、まあ、さらにあの、努めていきたいと思います。はい、釜野委員。えぜひともさらなる対策の強化といいますか具体化を求めていきたいと思います。あの、私思うんですけども、やはりあの、冒頭にも述べましたように、あの、まあ、今日の委員会の議論もありましたけれども。 コミュニティその街中のコミュニティの破壊ということがやっぱりあの問題ではな,るないかというに思っております。さまざ、あ、まな宿泊施設の建設のラッシュがありましてその、その過程の中でもう路地ごと家がなくなってホテルに変わったりだとか、 路地奥には野菜がある袋口の奥まで民泊施設、簡易宿所ができて、街並みが一変しているというところもあります、そして下業だけではありませんけれども、学校跡地にホテルが作られるという流れがありまして、本当にですね、長年住み続けた方が、なかなか住み続けられないという、こういう問題があります。のでその中でそ中ね えー、若い世代の特に子育て世代の数が減っている子供の声が聞こえ聞こえないということも出されているというのがあの現状であります。まあこうしたあコミュニティのなり方あ、都市計画やまちづくりのやり方は考えていかなければならないというふうなことです。そしてコロナで今あの経済的に厳しい方もいらっしゃるので、まあ先ほど部長の答弁ではなかなかその。お 家賃はそこまで上がってないじゃないかということもありましたけれども、やはり経済的な負担、うん、賃貸する場合に、相対的に若い方やご家庭を持っておられる、若いご,ご家庭を持っておられる方は、経済的な負担が大きいと思いますので、ぜひともそういったことも今後、引き続き、経済的な家賃補助についても検討していただきたいというふうに思います。 えー、次にですね、えー、民間建築物の耐震化対策の充実について、えー、質問させていただきます。本年度の局の予算編成にあたっての考え方で。 えー、防災・減災にしっかりと取り組むということを述べられております、まあ、しかし、ですね額としてはまあ減っていると、これはどうかというふうに思っております、民間建築物の耐震化対策が、ですね昨年実績の5億から4億、 900万ですかね、えー、9200万ほど減額されています、まあ、この中で、幅が大きいのは、この町の匠の知恵を生かした京都型耐震、うん、防火リフォーム支援事業における補助限度額の引き下げ、および予算の件数の減というのが4200万。 そして、えー、非木造建築物の耐震化事業における予算件数の減、これが2500万ということになっておりまして、だいたい2つで7割を超える減額、うん、になっていると、後者についてはです、ね、でこの非木造建築の建築物については、ちゃんとあの所有者に聞いて、必要な方、手を挙げていただいた方には全部予算を組んでいるということですので、まあ、それはそれで、えー 何と言いますかちゃんと手立てを踏んでいるということですけども前者のこの町の匠の方ですねこちらはあの。 簡易改修だとかと組み合わせた場合のこの補助限度額をいくつかの項目で引き下げていると、でまあ、補助限度額に差をつけることで、まあ、その全体の改修を簡易改修から本格改修にこう誘導していきたいと、ただ、の今の経済状況の厳しい財政状況の中で、片方を引き上げることができなかったというふうに聞いております。こ、まあ、これははああそういういい財政状況のこととあるとはいえ 冒頭に述べた局の重点からしたらなかなか合理性はないというふうに思ってるんですね。で、えー、町所を持っておられる方、まあ、こういう方からは一見回収すると、まあ、これは耐震だけではありませんけども回収するとですね1000万ぐらいかかるというふうに言われましたで、えー、本,格化本格回収に誘導したいという意図があって、えー、しかもあのー。 防災・減災にはしっかり取り組むというふうに位置づけているんですから、まあ、誘導するという意図があるわけですから、簡易改修の方を引き下げるんじゃなくて、えー、本格改修の方の限度額、これはあの引き上げるというふうなことが必要なのではないか、そうすれば、まあ、結果としてもです、ね、誘導になるのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。高木部長 はいあの町の匠事業の、えー、平成3年度の予算についてでございますけれども、まあ、これまでの、えー、耐震ネットワークの事業者の皆様との、まあ、連携によりまして、えー、耐震化のですね取り組みは広く市民事業者の間で、えー、浸透してきてまいりました。えー、町のの事事業業も1400社を超える事業者の方によって 5900個の耐震改修が実施されてきたということで、ストノが拡大することができているというふうに考えております。で、まあ、この間、ですね耐震ネットワークにご参画いただいている事業者の皆様と、検討を重ねてまいりまして、今、お話もありましたが、今後の町の匠事業の在り方として、耐震診断をしない耐震改修から、耐震診断を行った本格的な耐震改修へ少しでも多く誘導していきたいと。 いいうこととしてございますで、えー、ま金額の差をつけるということにしてございますがあのま事業者の、えー、中で,です、ねま、しっかり、えー、設計を用途、ま、される方と工、えー、務店など町の匠の事業者の方と、ま、連携を今後さらに充実していくと耐震し直をした後に耐震改修をしていくということで、えー、体制も一定、整いつつありますので、えー、問題ないかというふうに考えてございます。 体制上問題ないということですので、<laughs> まあ、してもそれでしたらあの引き上げる方向でご検討、いかがですか、それはされないです高木部長。はいまあ、あの現在の、えー、厳しい財政状況の下です、ねえー、なお、まあ、こうやって、えー、市民の皆様、事業者の皆様が、えーまあ、主体的に取り組まれている状況になっている、えー、現状におきましては、 ご提案させていただいているとおり、えーまあ、耐震診断をして耐震回収される場合は据え置きますが耐震診断をしない、えー、回収いわゆる回収につきましては、えーまあ、限度額を、えー、組み合わせた場合の限,限度額を引き下げるという形で考えてございます。お 組み合わせ、えー、本格回収の避けないというのは分か,分かって、それはあのちゃんと認識しております。ただまああの財政厳しいということ今おっしゃられたんですけども、防災減災やはりあの非常に大事だと思っておりますので、その点はあの今ぜひともですね、これはあの検討を加えていただきたいという,ふうには申し上げておきたいと求めておきたいと思います。ただそれでもう一方でですね、もう一方で簡易回収、まあ、これはこれであのしっかりやっぱりねあの位置づけていく必要があるというふうに。 思っておりますこのメニューの中にも書いておりますように、壁の新設やとか、屋根軽量化によって、えー、耐震性能が従前よりも向上する工事だと、まあ、いうふうに期待、えー、規定されておりますので、まあ、あのー、 本格改修に比べれば、当然、それはあの違うかもしれませんけれども、耐震性は向上するというふうなことになります、まあ、コロナ禍で、まあ、先ほども申し上げましたように、経済的な制約がありますので、なかなかそのやりたいと思っても、そこまで、えー、改修はしたいけどもという方もおられると思うんですね。まあ、そういううういい方ににもも対しししてやはりこういう簡易改修も身近なですね暮らしに密着した 公共工事というふうに位置づけて、えー、積極的に位置づけて進めてほしいと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。高木部長はいあの、えー、住宅の耐震化につきましては、えー、京都の人と町の命を守るということで、非常に重要な施策だというふうに考えてございます。 金および検査につきましては、過去の執行状況等を踏まえ、ですね市民の需要に十分応えることができる検査を確保しているというふうにお願いをさせていただいているというふうに考えてございます。まちの巧み事情、繰り返しになりますが、まあ、市民の皆様から主体的に取り組まれることに対して、しっかり事業者をはじめ、専門家が応じていくということで、まあ、非常に耐震化をしやすい状況が整ってまいっております。 補助メニューにつきましては、えーまあ、補助メニュー自身は、えー、現状維持し、えー、一部を除いて、えー、補助限度価格、それぞれの単体においても、えー、出ておくということで、まあ、引き続き簡易監修もご利用いただけるようにしてまいります野、えーまあ、今、簡易監修もぜひともご利用いただけるというふうな答弁いただきましたんで、ぜひともその姿勢で、えー、続けていただきたいと思います、まあ、強め広報も含めて、強めてい,きたい,いただきたいと思います。 最後にあの住宅リフォーム助成制度についても一言求めたいと思います。 さっ、えーまあ、先にも述べましたように、まあ、こういう例えば簡易改修は身近な公共事業だとで、そういうふうに考えた場合に、この仕事を担うのが、ですね多くの場合にやはり、地域の中小企業や町の建築工務店に,いううになります、まあ、地域で仕事が発注されることによって、地域の中でお金がしっかり回っていくことにつながると。で現在のこのこ 住宅のリフォーム制度はの耐震と省エネと再エネというふうになってます。で例えば、商店なんかで言いますと、これは個人所有のものではありますけれども、一方で社会資本でもあるっていうふうなことで、こういう社会資本を整備するための事業を民間の力を使って行う際に、市がお金を出すことで、これは、 中小企業や個人事業主の支援につながりますし、それはそれだけではなくて、実際にお金が回っていくことになります。まあ、こういうことが今、あの仕事も減って困っておられる身近な事業者に対する支援ではないかというふうに考えております。まあ、全国でまあ数百の市町村でですね、もうすでに経済効果が試され済みの住宅、 リフォーム助成制度、これをですね限定したものではなく、幅広いものとして、えー、創設すべきだと思いますが、最後にこれ、答弁、求めたいと思います平松住宅室長。はい あの住宅改修に係る助成につきましては、先ほど先生からもご紹介いただきましたとおり、市民の命に関わる耐震防火性能の向上ですとか、地球環境の保全に資する省エネルギー化といった政策の重要度、緊急度の高いものについて、優先的かつ重点的に取り組んでおります、はい。そしてまあ市民の皆様の安心・安全の確保や環境保全に契機をしているところでございます、はい。そそししてててままた市内事事業者が工をを行うことと要件としておりますのでそれによって大きな経済波及 効果も効果、えー、発揮しているものと考えております。えー、ですので、まあ、これらの目的以外の助成制度等の創設については今どう考えてございません。釜ノ井。はい、えー。是非ともですね。その幅を広げていただくことによって、さらにその市内業者に重点に回しているのが効果がさらに広がるというふうに思いますので、是非とも再検討いただきたいということを求めまして終わります。以上です。はい。進行いたします。 松田委員松田委員それではよろしくお願いいたします私も市営,営住宅の運用についてお伺いをさせていただきます 市営住宅につきましては管理個数公募個数の適正化また団地再生事業等に取り組まれるということなんですけれども市営住宅のさらなる活用に向けては新たなニーズの対応など様々な取り組みが求められていると考えております例えば神戸市では若年世帯の入居を促進し空き住戸の活用につなげていくことを目的とし入居者の好みで壁天井床等の色柄を 変更できる DIY 住宅の制度を導入するとともに学生向け住宅提供では大学等卒業後も2年間入居でき神戸市内の企業へ就職した場合にはさらに2年間入居延長ができる取り組みも導入しておられますまた堺市でも千北ニュータウン内の住宅を選定し大学生への家賃の額割制度を設け不向車と協定を締結する大学の学生には ささらに割引力をアップすするなどの取りり組みもされております、まあ、本市におかれても、空き住戸の問題解決に向けて、若年世代の入居促進に取り組むためのさらなる活用取り組みの一環として、まあ、UR や神戸市の取り組みを参考にしながら、新居入居者、希望者にとってより取り組みやすい DIY 住宅の制度の導入も考えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、平松 住宅市長はいあのまあご指摘の通りまあ新住宅空き住居まあ、かなりおございます、えー、まあこれにつきましては、えー、有効活用するとともに。えー 養生している部分についてはまあ減らしていくという方向でえ考えておりますけれども、まずその空き重工、どういう形で有効活用できるかということは、まず考える必要があると思いますので、現在やっている取り組みを含めまして、また都市等のですねえ例もえ研究しながらえ有効な活用については、支持していきたいと、考えております松田委員。 あの学生向け家賃補助等の事業についても、まあ、堺市の事例も踏まえてあらゆる手立てを考えていってもらいたいことをあの要望させていただきます、まあ、続きまして本市における市営住宅の駐車場のスペースの有効活用についてお伺いさせていただきます、まあ、本市における市営住宅の駐車場の使用状況についてお聞きをしましたところ、まあ、平成三十年から本年十二月一日までの推移を見ると 空き区画が約150個ほどあの増加をしております、まあ、入居者の高齢化また車離れ等によることが要因として挙げられるのかまた別の要因があるのかご見解をお聞かせいただけますでしょうか平松市長、はい、あのまあ駐車場つきましてはまあ市営住宅入居者専用でございますので当然その入居者が減ると、えー 空き区画も増えてていいるとううふうに認識をししおりりまます松田委員分かりました、えっと、あの市営住宅の,あの駐車場、ま、三部東などにおけます空き区画を、ま、有効活用されるために、ま、時間貸し駐車場というのを運用されているというふうにお,お,お伺いしたんですけれどが、ま、現在、何箇所の団地で何台分ぐらいのスペースを活用されていてまた、その有効活用により年間どの程度の収入があり その収入はどこに還されるのか教えていただきます。平松市長、はい、あのシェ住宅の駐車場として、えー、の中で、えー、空きエリアをまあ、えー、ご紹介いただいたように使っているところにつきましては、あのおっしゃったように三部東のみでございます。えー、そこにです、えーえー、ね、まあそれ以外につきましてはシェア住宅のあの空き、えー、空き地 では、えー、目的外使用として、えー、駐車場事業者に貸し付けてコインパーキングをしているような事例はございます。えー、ちょっとすみません、あの三分東の延の、えー、金額ですね。あ、えっ、ー、とね八十一万三千円年額はいいただいております。えー、はい、あの施住宅駐車場の部分については以上でございます。松田委員。 市営住宅の,あの空きスペースの有効活用におきましては例えば東京都では都営住宅の駐車場の空き区画をあのその住宅にお住まいの方の介護等とかの駐車場を必要とする親族の方また当該駐車場の近隣にお住まいの個人もしくは法人の方などを対象にして募集を行われております。ま大阪府の住宅供給公社は 介護車両などの駐車スペース確保のために、まあ、秋っぱとかタイムズとか、そうしたあの2社と連携をされまして、予約サイトを通じて使用したい駐車場の空き区画の日時を事前に予約して、その時間に予約型駐車場の貸し出しサービスを解消して、まあ、訪問介護を利用する入居者の方や、介護事業者が事前に駐車場を予約し、まあ周、周辺住民の方も利用をされておるそうです。 本市におきましても公営住宅や改良住宅において一定の駐車場の空き区画があることから周辺地域のニーズを勘案しながら紹介した事例のような取り組みや時間貸し駐車場また自動二輪や自転車向けソスターの時間帯駐輪場カーシェアリング等の有効価値を図ることで住民の生活利便性の向上や 本市の収入増につながると考えますけれども、今後の取り組みについてのご見解をお聞かせいただけますでしょうか。広松市長駐車場、空きスペースが多いということも踏まえまして、えー、ご指摘いただいたとおりかと思いますので、他、えー、都市等のです、ね、先進的な事例も研究しまして、できることについては。えー 実践できるように、はい、あの研究して考えてまいりたいと思います。松田委員 すいませんあの市営住宅においてはもうあの、かなりのご議論もされて、ご検討もされてあの、対策を進めておられると思うんですけれども、まあ、人口減少や少子高齢化、まあ、時代の変化に伴う秋住戸の有効活用を図る施策、またその施策の実効性を高めるより一層の取り組み、そして市民のニーズにお応えできるような柔軟な運用も含めて、積極的に推進していかれることを求めておきたいと思います。続きまして 分譲マンションの適正管理についいててのお質問をさせていただきます改正マンンション管理適正法に基づくマンション管理の適正化推進計画の策定および届け出制度等管理状況を把握する仕組みの創設を進められると認識をしておりますが策定時期やその内容について決まっていることがあればお示しいただけますでしょうか。平松市長 はい、あのご紹介いただきましたとおり、えー、改正、えー、マンション管理適正化法、えー、これが、えー、令和4年4月に、えー、施行される予定でございます、まあ、これに合わせて、えー、適正化計画、えー、それと、まあ、それに基づく認定制度が、えー 適正管理下のために必要な助言、指導および勧告という権限が自治体にも付与されるということになります。で、その助言、指導および勧告の前段となります分譲マンションの管理状況の自他把握いうのが課題になってまいりますので、その仕組みも合わせて施工までには整理していきたいと考えております。 松田委員。ありがとうございます。あの質問いくつか、あのさせていただきたかったんですけれども。時間がございませんので、またの機会にさせていただきます。ありがとうございました。はい、進行いたします。中野委員。中野委員。 えー、住宅の省エネルギー化の推進についてお伺いしたいと思います。先立っての代表質問で、えー、2050年の二酸化炭素排出量、消味ゼロを目指す動きとして、市長の答弁として、えー、重要なのはこれからですと、市内で最も導入可能性が高い太陽光発電を中心に、再燃設備の導入義務の強化など、条例に盛り込んだあ仕組みを着実に浸透させると、まあ、こういうふうな答弁がありました。 午前中の,答弁あの議論にありましたように京都市内は4分の3が森林ではありますけれども残りの4分の1である住宅街そこに積極的に特に太陽光発電を普及させることによって CO2 ゼロをなんとか目指していこうと、まあ、こういうふうな話を進めたいというふうな答弁でもありました。 新築住宅と既存存住住宅宅それぞれぞの支援策は存じ上げております新築住宅についてはこれからいろんな具体的なメニューが出てくると思いますが既存住宅については既存住宅省エネリフォーム支援事業ということでだいたいこの5年間平均して600件支援事業として活用されているというふうに伺っております。 4つの支援がありますけれども、その中の総エネ、省エネの大体600件のうち、どれぐらいのパーセンテージで利用されているのか、まずお伺いします吹上げ住宅室技術担当部長。はい 既存住宅についての,あの省エネ化のご質問でございます。あのー、えーと住宅室であの所管をしておりますのは、既存住宅の省エネのまあリフォーム推進事業ということで、先生、今あのご指摘いただきましたように、平成26年度からですね、省エネのまあ断熱化でありますから、窓の断熱化でありますとか、壁の断熱化、こういったところに取り組んできまして、これまでに3900件を超えるえご利用をいただいているところでございます。でえとこの中はですねあの主に えっとえー、省エネの、えー、いわゆる断熱、それから、えー、浴室のそういった断熱回収、こういったものの事業でございまして、えーっと、太陽光発電の設置ということにつきましては、あの環境政策局の方でちょっと所管をしておりますので、ちょっと今、私、あの数字の方は把握をしておらないところですけれども、えー、広報等を含めまして、ですねあの環境政策局の方とはしっかりと連携をしながら、この間、取り組んでいるところでございます。中野委員 この住まいの補助金のご案内の中の省エネ・省エネ設備ってありますよね、こ,これは皆さん、担当されてないってことですか。浮上部長 はいえー、と住まいの補助金のご案内というところで、えー、3つの事業を、えー、それぞれ載せて、えー、させていただいております、まずはあの耐震のリフォームにつきましては、あのこれ、都市計画局の、えー、と建築指導部の方で担当されております。で真ん中の,あの省エネリフォームー推進事業これについてはあの 組織学の住宅室で担当させてていいただいております省エネの取り組みということで、太陽光発電でありますとか、あるいは蓄電池の設置、こういったものは環境政策局さんの方で実施をされておりまして、それはバラバラに取り組むのではなくて、こういった形で一緒に一体となって取り組んでいるとといいうところでございます中野委員。ということは、その住宅の省エネルギー化の推進という部分については、 残念ながら総エネについて皆さんとされては特に把握もされてないしタッチもされてないという理解でよかったですか。吹き上げ担当部長 はいえっ、ー、と全体として住宅に関するあのいわゆるエネルギーの削減ということで取り組んでおりますのであの当然一体としてこれまでも取り組んできたところでございますまたあの先ほどあの議員ご指摘のありました太陽光発電のプラットフォーム事業これのことに関してということでございますけれどもこれにつきましてもやはりあの住宅に 対象範囲を拡大されるということですので引き続きえっ、ー、と環境政策局の方とも連携しながら数値、えー、等に積極的に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。中野委員、あのー、ま合、あ、わせてね、えー、市長の答弁で設置補助制度により太陽光発電の導入を引き続き後押しするとともに京都府ととも 連携して初期費用ゼロ円、モデルをさらに拡大することにより再エネの導入拡大を図っていくと、まあ、こういった代表質問答弁がありましたで、えー、エコロジーセンターを運営されている京都市環境保全活動推進協会が えー、去年の10月に京都市太陽光発電プラットフォームというのを作られて、まあ、ゼロ円ソーラーということで、えー、普及展開されています、えー、これはまあ基本その今の話のようにその分野的にはそらく環境政策局ですけど、えー、実際に設置するのは住宅でもあり住宅の屋根でもありますそうすると皆さんとして住宅の省エネルギー化の推進という切り口でこれらの取り組みは どちらかというと環境政策局に担当してもらって特に皆さんとしては把握もされてないし積極的にこれがこういう仕組みがありますよ使ってねということで広報宣伝もされてないということですかね。吹上担当部長 はい、あの先ほどから申してますようにですけれどもあの、住宅の省エネルギー化ということに関しては、えー、しっかりと協,、えー、協力をしまして、えー、広報等をさせていただき、普及啓発に努めているところでございます、でえー、と今後、まあ、太陽光発電のプラットフォーム事業につきましても、当然、あの住宅の方にもです、ね、あの範囲を拡大されるということでございますので。えー、と その屋根につけるということですので、まあ、住宅の省エネルギー化として、屋根の改修等もございます、こういった機会をしっかりと捉えてです、ね、太陽光発電をつけていただくということに関して、普及啓発、しっかりと努めてまいりたいと考えてございます中野委員、あのまあ、省エネは基本、断熱とかね。 えー、その辺の部分もあると思います二重窓にするとかね暖房あの断熱材入れるとかただ一方でやっぱりその使うエネルギーをなるべく省力、えー、少なくしていこうという部分から考えると当然この先ほどの太陽光発電等々も含まれるっていうふうには思うんですよねだからそこについてねあのやはりその改めて住宅という形で切り口で 省エネルギーをどう考えるかというところから考えると太陽光発電とか含めてその総エネという部分も直接窓口は環境政策局かもしれないですけど皆さん自身がそこは熟知されてその上で、えー、向こうと一緒のパターンでもいいので普及宣伝してるというふうな形が一番望まれるというふうには思います。で皆さんとしてから その住宅の省エネという部分でゼロ円ソーラーという取り組みがありますよこれ使ったら初期費用はゼロですよ当然その京都市としては紹介はしますけどここはいいですよというお勧めはしませんというふうな、まあ、そ,そういう文言もあります、まあ、当然だと思いますあとは自分で選んでねとだ逆にそういうふうな取り組みというのは皆さんの窓口では特にされてないし ま、あ今後もされるつもりもないということなんですかね？吹上担当部長、はい、えっ、ー、と申し訳ござません。私のちょっと説明が申し訳なかったかもわからないんですけれども、あの応援に関するえっ、ー、と申請の窓口、いわゆる大きな窓口につきましても一本化をしまして、今都安心。住まいセンターの方で取り組んでおりますので、そこには、まあ、あのそういうご相談がありましたらですね。当然あの。 今言いました住まいの補助金のそういった制度をすべてご説明させていただいた上でえで、統合的にあの省エネを進めるということでのご説明もさせていただき、また受付もさせていただいて、しっかり進めているというところでございます。ままたあの体力発電につきましてはあの今後あの 新築住宅につきまして、ゼロエネルギー、ゼッチという取り組みが大きく進めていく必要がございますので、こういった点も含めまして、ですねあのしっかりと連携して、貴重な一丸となって取り組んでまいりたいというふうに考えてございます中野委員、まあ、あの担当とか取り組まれるのが、部局がそれぞれ別っていうのは、そ皆さん、それ全部できませんっていうのは分かりますけど、ただ、住宅という切り口の中で、いかにその家を省エネルギー化していくか。 でまた、CO2 の削減を進めていくか、まあ、基本的にその住い家が一つの切り口でもありその家を担当されている部署でもあるんだよねだそこはその逆にあの実質、携わっているのは環境政策局だけど、えー、その中での連携する中で情報はこうです,あこうですであの実際にそういった話が来た人にはこういうふうな話をしていますと。 いうふうな形の答弁を私は期待してたんですけれどもえまあそ,れそこはちょっと環境政策局に聞いてくれと言われると,ちょっとなあの皆さんのせっかく住宅の省エネルギー化についてえきちっと予算項目立ててえ補助制度も作られて取り組まれてる中でえ今一つなんかあつ全く別でやってる多分答弁としては別じゃないですという話ですけど。 認識としては、いやあれは向こうがやってるからあの私たちとはまあ聞いてるだけですというふうな認識になるんですよね。で特にこのゼロ円ソーラーとか、えー、これは京都府と連携してやっていくと、まあ、市長がこれからが大事ですというふうな答弁している中においては、えー、当然、そのスキームを作られるのは向こうですけれども。 皆さんの方が、えー、さらに住宅に特化して精通されてるわけなので、えー、逆にこうどうせするんやったらこっちのほうがいいよとかこういうふうなパターンの場合はこうじゃないですかと利用者にとってはこうですよというふうな形でアドバイスをしたり、えー、そういうふうな形で、えー、周知広報したりとかいうふうなあ答弁を期待してたんですが残念ながらちょっとそこがなかったので非常に。 えまあ今後そこはねもうちょっと連携していただいてやっぱり住宅をいかに省エネさせるかというふうな形で取り組まれてらっしゃるわけなのでそこはもうちょっとその連携をする以上に彼らの情報も持ち合わせてどうそれをトータルで住宅として進めていくかというぐらい逆に環境政策局にもうちょっとここはこう変えてくれというふうな形でね提言されるぐらいの。 えー、度量を持たれて、えー、ぜひちょっっとと積極的に頑張っていいたただけたらと思います、えー、ちなみに皆さんの部署で、えー、この総エネ事業っていうのは取り組まれあの実際に自分のおうちでされてる方ってほとんどですかそれともまあもう,こう,う個人的なことなんであれですけど多分ね1人いらっしゃったらいいかなって思うんですよね。えー、逆に言うと お一番精通されてる皆さんほど皆さんだ,だからこそぜひこの仕組み使ってみたいなと思えるような仕組みでなければ市民の皆さんはあぜひ使ってみようというふうに思えないというふうにも思いますのでぜひそこについてはきっちり環境政策局と話をされて住宅にせっかく設置するんやったらこういうふうな話がいいよこれやったら俺使いたいからとかね いうふうな形の仕組みをぜひ作っていただけたらと思っております。えー、っと、まああのじゃあ最後にちょっと局長にお伺いしたいんですが、えー、政策の融合。 人生100年時代の推進についてということで市長が先立っての代表質問であらゆる政策を融合させ全庁を挙げて推進していくすべての市民が生涯にわたり社会に参加し健康で文化的に充実した人生を送ることができる支え合いのまちづくりに全力で取り組むと、まあ、こういうふうな答弁をされました都市計画局として具体的にどんな政策でもってどういった役割を果たされるのかお話しください はい鈴木都市計画局長、えー、この間、私どもあの、今年度、京都市持続可能な行政審議会等々で、まあえー、財政の歳出を削減するということございました。都市計画局といってましては、まち、あ、づくりを担当してございます、えー、財政の削減もあ大事なことですけれども、やはりどのようにして、えー、歳入を、えー、図っていくか、こういうことで都市計画でいろんな、えー、仕組みを持っておりますので、そういうことで今、えー、都市計画マスタープランの。 見直しトトをやっておりますそうした中で、やはり産業政策であったり、まあ、私ども局内でも相当幅広の政策を持っておりますけれども、他局で言いましたら、今言いました産業政策、また林業の関係、農林業の関係ともございます、そういうことで、えー、まあ具体的にどうやらこうやいうのはなかなかもう申し上げませんけれども、私がえそういう形でアンテナを張りまして、えー、あらゆるところで局内でそういう融合を図るべく指示をしているところでございます。ちょっっっととと具体性には欠けまますすが、えー、しっかりと融合を図っていいいきたいと思います中野委員 まあ、あの例えばね小さな話河原町五条のまちづくりセンターとかあります、えーまあ、先だって取り上げた防災ち歩きもそうですしあと地域のまちづくりの取り組みもそうですし、えー、特にそういったものに長けてらっしゃる方がリタイアされた後にアドバイザーとして就任していただくないしは全くその辺にあのご存じない方でも改めてその辺は勉強して、えー、ぜひそのアドバイザーとしてあちらこちら、えー、活動していきたい。 ますけど例えば街路樹が折れて車が壊れたというふうなそしてあの京都市があの弁償したというケースもあります例えば街路樹を一つ一つ見て見極めてここを傷んでるんちゃうかというふうな形でパトロールしてもらえるバボランティアグループを作るとか、まあ、いろんな形があると思うんですね。だ特に河原町五条ははそこは一つの まち、えー、づくりのセンターでもありますし、えー、そういったいろんな形でボランティアに取り組まれるこれからこんなことやったろというふうな形方々に改めてその京都おこしの担い手になっていただけるきっかけづくりの場所でもあります。 ぜひそこも含めて、ですねまあ特にあのこの席にもこの3月で体感される方は少なくないと思いますそういった方々が今まで得られた知識を引き続き生かしながら、さらに京都市のまちづくりに貢献していただけるように、ご本人自身が、さっきの話、のご本人自身がこれからも京都に住みたいと思えるまちでなければ、他の人もそう思えませんので、ぜひそこも含めてですね取り組みを進めていただけたらと思います鈴木都市計画局長。 まちづくりという言葉ですけれども、まあ、今でこそ一般的になりまして、区役所もしっかりやっておりますが、景観まちづくりセンター、要は市民と一緒になってまちをつくっていこうという、まあ、私ども都市計画、先立ちだというふうに考えています、その点でこの二十数年、いろんなネットワークも持っています、各部署でいろんな部長、課長がそのネットワークを活用して、業務を進めております、今、先生のご指摘も踏まえて、しっかりと進めてまいりたいと思いますはい、進行いたします。櫻井 桜井委員。えっと、市営住宅の、えー。再生改善事業について、えー、質問させていただきます。まず、あの。私の地元であります。ええー、先送く。岩倉三宅町ですね。宮えー、三町の、ええー。第一市営住宅。で、ここが。えー、用途廃棄。 を踏まえまえしてですねで、あのー、これに関わる諸経、まあ、費予算、えー、令和3年度計上されていると思うんですけれどもでここの敷地内にあります、えー、三宅地域集会所ですねこの、えー、第一支援住宅の中にある三宅地域集会所でありますけれどもでこれについては席の,の皆様方が常にいろんな集会とか、あのー、あるいは老人会の活動とかで、あのー、使っておられたので この地域の出荷所を何とか残していただけないかというところでご要望いただきました。で去年ですけれども、えーっと、9月の10日でありましたけど、ご地元三宅町の町内会の役員さん、加えて岩倉南学区の自治連合会の役員さんと合わせて、えー、住宅室の方にご要望にお伺いしまして、政策官の方に要望書、そして、まあ、地域の皆様方の思いの詰まったご署名 ですね、署名簿これを提出させていただいて、なん、まあ、とか存続ということでお願いをさせていただいたんですが、まあ、その後、えー、この出会場については、今現状、どのようになっているのか、このことについてお尋ねします平松住宅室長。 はいあのまあこの間、櫻井先生には地元の皆様とのパイプ役としてご尽力をいただきまして、誠にありがとうございます、おかげさまで、調整はスムーズに進んでおります、この三宅地域集会場につきましては、ご要望の趣旨からも、地域のコミュニティ維持のために必要な施設であると認識をしてございます。 え引き続き令和3年度以降も、現状どおり使用していただけますように、現在、集会所部分の敷地を分泌するなどの必要な手続きを進めているところでございます櫻井っとそうしますと、確認させていただきますが、令和3年度以降も、地域の集会所として、地域の皆様にご利用いただけるということで、確認させていただいて、それ大丈夫ですね大丈夫ですね。ははい、はいいいかりました、はい あのじゃあこれは確認させていただいたということであの地域の皆様方にもその旨はお伝えをしておきますで、えー、と実は団地再生につきましてはですね昨年の2月ですけれども私は代表質疑でこのことについて質問をさせていただいたその質問の趣旨ですが京都市全体のおまちづくりと住民の皆さんその思いを合,合わせた団地再生事業ですねと特に この今回、スタートこの時にスタートしたのが養成、近隣、岡崎、まあ、あと三蔵、三部東とあったんですけれどもあのいずれにしてもこの土、えー、地再生が去年スタートしたこのエリアというのは、まあ、京都の中で超一等地でありますから、まあ、この土地をしっかりと有効利用していくという意味の中で鈴木の,の方から、えー、と質疑をした中で そのことに対する鈴木市長の答弁でございますけれども周辺地域も含め地域コミュニティの活性化を持続活性化を図ることはもとより団地再生により生み出される用地については民間活力を積極的に導入したい本市全体の持続可能なまちづくりにする最大ように最大限利用するというあのご答弁がありました。でここで1つ大事なキーワーワドが今鈴木 え副市長のご答弁にもあったんですけれども、民間活力の積極的な導入ということ、これは非常にあの大切なキーワードでありまして、そういうこの団地の再生あたりにあたって、この民間活力の導入、あるいはこの土地の有効利用、高度利用ということですね、こういうことがこの団地再生事業の中で、どういう形で組み込まれ、反映されているんでしょう。 川村住宅事業担当部長はいありがとうございます、えー、今ご紹介いただいたように桜井先生の代表質問の中で、えー、副市長がご答弁をされた内容でございますあのおっしゃってます通り、えー、とこの場であのもうすでにご承知ですけども不良住宅なんかがいっぱいあって、えー、お風呂もないというそういうふうな、えー、とこの住環境にお住まいの皆さん方これ何とかしていかなあかんやっぱり安全確保していかなあかんということで、えー、今年度から 再生計画を作って新たにすべて建て替えをしてきれいなセーフティーネットの住宅に建て替えて入っていただこうということでストアツさせてもらったものでございますでまずは住民の皆様方の入居の安心安全の確保をというのをまずは取り組んでいかなあかんと思ってますんでまずは建て替えにあたりましては短いところでも56年はまずはかかっていくだろうと。 でえっと、集約をして空いてくる活用につきましては、先生、おっしゃる通りに、地域の方々の必要となるようなニーズであるとか、あるいはその団地にお住まいだけでなくて、周辺地域、あるいは学区であるとか、そのまちづくり全体に資するような土地の活用を検討していくということでございますので、民間活力を積極的に取り入れながら、取り組んでまいるものやというふうには認識しております櫻井、えっと、じゃあ、今、部長の方から、民間活力は積極的に導入と。 いいいいうこととであのご答弁たただいたと思いますそれで、えっとまあ、この去年から、えーさいえー、この授業スタートしたんですが例えば養成、えー、であったり近隣というのはそもそもは、えー、改良住宅でございましたで実は京都市ではもうすでに童和、えー、行政というのが集結をいたしておりますで、えー、平成21年これはあのインターネットから引っ張ってきたんですが3月6日京都市の童和、えー、行政集結,業の集結後の 行政のあり方総点検委員会報告書でここの中にこの改良住宅についての記載があります。でこういうことが書かれてるんですね。改良住宅は、えー、住宅に困窮する、えー、低,職者低所得者のために供給される公営住宅とはその設置目的が異なりということでえー、っとそういうくだりがあってで最後にこのようにあのー。 まとめられているんですけれども、えー、一般の公営住宅とは異なる取り扱いがなされていたが、生活実態の改善等を踏まえ、公営住宅の基準と同一とするなど、一般、えー、施策への移行の取り組みがなされてきた、要は、下流住宅が一般住宅へと移行していくというような、そういうふうな取り組みがなされてきたということで、この報告書の中に、えー、記載をされているんですが、そう それでで間違いないなすか川村担当部長、はいえー、先生、ご紹介いただきました、えー、と総点検委員会の報告書、えー、まあ平成21年でございますけれども、えー、そ,のそれまでについては、まああのえー、密集した市街地があって、それに改良住宅が出ててきた、でどこかでいうと、えー、一般の市営住宅とは異なってまして、例えば教育費の算定の方法であるとか、あるいは家賃の額であるとか。 いいううよなこともござましたそういうことを受けまして、住居の居住の実態をその当時から調査をいたしまして、結果を申しますと、現在はその他の多くの市営住宅と同じような状態で家賃の額、あるいは駐車場の使用料の額であるとか、教育費の算定とかいうことで同一のものとなっております。 井委員あのそもそも、えーっと、改良住宅と普通の公営住宅、まあ、スタート地点が違うというのは、私も認識はいたしております、ただ、その後の大前提としては、あのこの報告書にあるように、京都市の童話行政集結したということの前提の中で、じゃあ、今度は改良住宅が出してきた役割も少しずつ変わってくるんであれば、いずれその公営住宅の中で集約していくと。 いうそういうあの進め方っていうのはあの私は大事だなというふうに考えていますでそれでもう一点はえっ、ー、と建て替えにかかるまあ、今後の在り方っていうこともこの中に書かれているんですけれどもまあ、今後のこう書かれてるんですね今後の改良住宅の建て替えにあたっては地域活力の低下等の問題への対応と厳しい財政状況を勘案し 単にこれまでと同様に改良住宅を建て替え管理するのではなく民間活力ここでも民間活力と書いてありますね民間活力等の活用も検討して多様な住宅の供給を促進することにより定住人口の増加と多様な階層が居住できるまちづくりを推進するべきであると言い切ってますねで要するに、あのー、これ あの私なりの解釈としては、まあ、ある意味ではこの改良住宅、今まであったけれども、おおむねその役割が集結しつつあるんであれば、これを、ね、発展的に解消して、そして民間の活用、ここにも書いてありましたこういったものをしっかりと導入して、あのそういうまちづくりを今度、この今、 再生事業がスタートしたところでやっていいくととうことで同時にあのここにも書いてあるんですけれども定住人口の増加もともと住んではる人はそこへ改めて住んでいただくこれはそこで安心安全守っていく大前提の中で新たにそこに、えー、お住みいただく多様な階層が居住できるようにということですねだからお子さんも若い人も高齢者もあの青少年も、まあ、いろんな各界階階と層全世代にわたって そういう街中住んでいくそういう街づくりそのするためには思い切ったその改良住宅の発展的階消と民間活力の導入でこういうことをあの改めてこの団地再生事業の中でしっかりと取り組んでいかなあかんと思いますけれどもそのことについてはいかがでございますか川村担当部長ありがとうございます、えー、まさしくこの報告書をいただいた今後のあり方それを実践していくのがこれからだと いう,ふうには考えておりますで、えー、と改良住宅ではございませんが、例えばあの現在、えーと、八条市営住宅につきましては、もうほぼ、えー、古い中辺が新しく建て替わった、でその空、えー、いてくるっていうか、あの活用地につきましては、民間のファミリー向けの子育ての分譲、えー、マンションを今後、民間の方で建てていただいて、新たな、えー、人口増加というか、えー、流入をしていこうと。 いいいいうな取り組みも一方ででさせててただいているところですまさしく、これから取り組む改良住宅につきましては、現在お住まいの方々の入居は確保していきますが、おのずと今、半分ぐらいしか入っておられませんので、半分ぐらいの土地が空いてまいります。その空いてくる土地につきましては、先ほどご紹介させていただいたように、地域の皆さんのニュースであるとか、周辺地域のニーズを取り入れながら、また新たないろんな各層の方々にお住まいいただけるような、 住宅の供給というのも考えることができると思いますので、そういう形でしっかりと有効な土地でございますので、活用もしていきたいというふうに考えているところでございます。鈴木都市計画局長 えちょっと答弁が重なるかもしれませんが一方で私も京都市持続可能な都市構築プラン策定しております、えー、今言うております大地再生で今今年来年度の予算もお願いします当令も含めまして概ね地域中核拠点エリアという形で大変、えー、利便性の高いところに位置づけられていますそのところにはもうあえて申し上げませんが今部長が申し上げた、えーえー、ことが記載されていますこういう方針に沿ってしっかりと取り組み進めてまいりたいと思いますし、えー 進めるにあたりましては、やはり民間の皆様のお知恵と力、これもお借りした上で、すべてまいりたいというふうに考えてございますく井、委員。要するにもともと大前提は、地域にお住まいの方は改めてそこにお住まいしていただく、そしてそこの安心安全守っていく、大前提の中で、さらに加えて言えば、大事な視点というのは、これ、団地再生事業をやっていただくにあたって、 もともと改良住宅のあった場所に改めて新しい改良住宅を建てるのではないというですね僕はそういう視線が大事だと思うんでそこちょっと確認させてくださいどうでしょう川村担当部長はい、えー、ご指摘の通りでございます、えー、先ほどの答申を受けたということではないですけどもすべてあの、えー、と市営住宅として、えー、京都市の、えー、まあもちろん所得の関係もございますが え同じくえ入居していただくということでございますので、同じような扱いでえというか、同じような取り組みの中で進めていくべきというふうに考えているところでございます桜井あのまあいずれにしても繰り返しになります、あの一番大きな大事なことというのは、民間活力の導入、そしてあの一等地でありますから、土地の有効利用、まあ、ここあ、何度も繰り返しになりますけれども、ここ最優先にこの課題、しっかりと。 ま、地域のの発展たたためにお取り組みをいいいだきたいと思いますそれからあのこれで、えー、住宅は終わりますので、次ああれです、えーと、鉄道施設の助成事業について、えー、お尋ねをしたいと思います、あのー。昨年からでございますけれども、あのー、私の地元、先奥、倉間でございますけれどもね、あのー、昨年の、えー、7月の豪雨で、えー、土砂災害、土砂崩れがあって、 山電鉄、今もあの普通であります、木戸式の,の上の土砂というのは、永山電鉄自体がもうすでにえとそれは除却してるんですけれども、山が崩れたその部分であります、これ、今のままやったら非常に危険なんで、ここは京都府の地産事業ということで、すでに京都府さんにおいては確か5億円の地産事業予算を確保されて、いよいよこの事業が始まると。 いう状況でありますで残念ながらあの昨年はあのこの土砂崩れの影響を受けましてあのご地元の本当にあの伝統ある1、まあ、千年千年の伝統あるです、ね、皆さん方もご存知の鞍馬の火祭り。まあ、これが えー、できなかった状況でありますけれども、まあ、ご地元の思いとしては、まあ、なんとかなんとか今年は、えー、10月の20日、えー、時代末と同じ日ですね、えー、このお祭りをやりたいという中であの、この災害復旧に大いに期待をされているわけでありますけれども、あのー、本市におけるこの、えー、鉄道のご担当、歩く町のご担当の見解として、今、この 永、えー、山電鉄の復旧について、えー、どういう情報をお持ちでしょうか川越歩く町京都推進室土木技術担当部長はい、えーご。ご紹介のとおり7月の豪雨によりまして現在、えー、土砂崩れが発生してのり面んが、えー、地産工事を待っているという状況でございます、えー、現在あの地産工事の工程といたしましては、えー、令和4年3月の完成と いう工程が引かれておりますただそう、それを待っての,あの線路の復旧工事ですと、相当長期にわたってしまいますので、私ども、A3 連鉄といたしましては、えー、斜面の一定のです、ね、現場の安全、線路作業の安全が確保された段階で、地産工事のと並行して、線路の復旧工事も当たりたいという意向を持っておりまして、現在、あの関係者間で十分な情報を共有しながら、その時期を探っていると。 いうところでございます桜井そうしますとあの江山電鉄あの斜面の工事の状況を見計らって安全だということが確認をできればえっ、ー、とこの運行は復活復旧するということでよろしいんですかねはい、はい、川越担当部長はいあの現場作業の安全が大かまず確保されてそこでえ線、ー、復旧工事が着工して復旧工事がチャが完了すればあのまあ あの再開の準備が整う、そういうことになります委員<井>分かりました、あのそれと合わせてあの、昨年来あの、コロナの関係で、伊豆山電鉄さん等にもいろいろ京都市としてもあの補助をしていただいているわけであります、まあ、非常に今、伊豆山電鉄、このコロナの影響を、をそして災害の影響を受けておられますから、今年も、えー、と鉄道、施設、整備、助成事業ということで。 予算を計上しておられますので、まあ、できる限り手厚い補助をしていただくということを要望いたしまして、私の質疑を終わります、はい。質疑の途中ですが、約1時間を経過いたしましたので、ただいまから換気を行いままますしばらくそのままでお待ち願います。 はいそれでは進行いたします富樫委員富樫委員よろしくお願いしますで、私からはまずあの、けえー、ホテル簡易宿所などの立地規制の問題で続いて団、えー、地再生事業についてお聞きしたいと思っていますで、まずですね あのまあ、ホテル会員宿所の立地規制の問題です。でえー、と代表質問でもさて紹介させていただきましたけれども、まあ、あの市長によるホテル誘致政策により、まあ、非常に、えー、この地元に長年根付いてきた、えー、根付いて宿泊業されてこられた方々というのは、まあ、非常に厳しい過等競争にさらされていて、まあ、そこにコロナ禍の直撃が来ていると。 本当にまた一方、あのじあまたの住民の方もですね私の地元でも、ですねあの数室という小規模なものから60室程度の中規模のホテル、回復所計画、まあ、そうしたものに反対する住民運動もサポートしてまいりましたけれどもやはり落ち着いた住環境を守る上でこれ以上乱立されると困るというのが共通した。 住民のの皆さんの声でありましたで事業主の皆さんとも粘り強く交渉する中でなん、まあ、とか事業主も理解してくれて宿泊施設ではなくてマンションや普通の住居にされるということでそのことによって新たに住民が増えるという状況もあります。でそういう運動が地域にあるということで、まあ、それがあの新たな会員宿所の進出にも歯止めにもなりまして。 空き家の収支が変わっても一定一般の分譲住宅になるという効果もありましたでただやっぱりそういう取り組みが十分できなかったようなところでは、まあ、逆にホテル退院宿所の乱立によってコミュニティそのものがなくなってしまったというところもありますやはり私は,はり街づくりという観点から考えまして、まあ、これ、まあ、コロナ以前の段階で、ね、こうなっているわけですけれども、まあ、今後のことを考えましてもやはり このホテル会員宿所を誘導する政策をやめて、まあ総量規制、立地規制に大きく転じていく必要があるというふうに考えますが、この点いかがですか。高木部長、はい、あのこの間ですね、まあ宿泊施設の立地に、えー、まあさしまして、まあさまざまな地域との、えー、中でのお取り組みなどがされてきたということは、あの、えー、我々も 窓口前線でででやってているる中で、えーまあ、実感しておるところでございますあの今委員おっしゃいましたようにまちづくりを、まあ、進めていくという点におきましてはです、ね、やはり、まあ、多様な地域の特性課題これらをしっかり踏まえましてですねき、まあ、め細かく、えー、土地利用のルールも決めていく必要があるということが、えー、あるかというふうに思いまして、えー、手法では、まあ、地区計画ですとか建築協定の活用が 有効であるといいううふうに考えてございます実際にこの間の取り組みによりまして建築協定地区におきましては現在全73地区あるわけでございますが えー、うち16地区においては宿泊施設を制限した、えー、建築協定を、えー、あの認可をしてございます。えーまあ、地区計画におきましても、しおきましても市場通り地区において、えー、宿泊施設に関する制限を行った地域計画を決定しており、まあ、これらの、えー、制度がまあ有効に、えーまあえー、活用していただいているということで、引き続き地域主体のまちづくりを積極的に支援していきたいと考えているところでございます。 私はやはりあの、京都市自身が、まあ、そういう地域、まあ、地域との協力に応えるのは当然なんですけれども、京都市としてはやはりしっかり都市計画の考え方から、まあ、取り組みを進めていく必要があるというふうに思いますので、やはりちょっとあの立地規制については、ぜひそういう意味で、大きな意味で、網をかけていくという方向で検討いただきたいというふうに求めておきます。 であの土地の用途制限というのは、まあ、この都市計画の中でも非常に重要な柱というふうに考えます。であの第1州低層住居専用地域、第2州低層住居専用地域、第1州中,中高層専用住居専用地域、第2種中高層住居専用地域などでは、まあ、そもそも、えー、ホテル、旅館、宿泊業できないことになっております。 でこれはあの住環境の保護が目的になっている地域には、宿泊,宿泊業はふ,くふ,くふさわしくないということであります。でまた、あの、えー、東京都の大区では、まあ、新たな住,、えー、住宅宿泊事業法制定に伴う、えー、施工条例制定にあたって住居専用地域など13地域、まあ、つまりホテル、会員、宿所が用途制限されている地域においては、 えー、この住宅・宿泊事業の取届け出が原則出せないという仕組みにされております、まあ、こうしたあの都市計画の観点を生かした取り組みは非常に大事だというふうに思うんですが、都市計画を所管する局としての認識はどうでしょうか。高木部長 はい、あのまず先ほど申し上げた、あの地区計画、建築協定についてですが、まあ、建築協定はあの確かにまあ建築基準法に基づく、えー、制度ではございますけれども、えー、地区計画は当然、都市計画でございますし、えー、都市計画として、こういう方法で、まあ、あの住民の皆さんの主体的な取り組みを、えーまあ、支援していく、それをま都市計画などに反映していくという取り組みを進めているところでございます。 えー、住宅宿泊事業法の届出住宅と、それから旅館業法の宿泊施設、これはまあ建築基準法上、扱いがあの、まあ、違うわけでございますが、えー、いわゆる住居専用地域では、えー、旅館、ホテル、簡易宿舎などは、えー、できません。えー、住宅、えー、宿泊事業法に基づく届出住宅につきましては、 えー、保険福祉局の方で、えー、厳しい京都ルールを設けて、えー、ございます、えー。まあ内容につきましては、えー、所管外でございますので、えー、答弁は差し控えさせていただきます。渡嘉士、まああの詳しくはですね、あのまあ当然保険福祉局のところとかあるいは参観というところになってくると思うんですけれども、やはりちょっとやはり都市計画の考え方として。 こうしたホテルあるいはこの簡易宿所であるいはこのえ住宅宿泊事業のまあ進出っていうのが住,住環境を守る上でまあ大きなあの課題となっているということであの指摘をさせていただいておきますでえっ、ー、と京都、まあ、においてまあこ,うこうやってですねあのホテル簡易宿所が過剰となっているもとでこの住環境の保護が最優先されるされるべき区域まで まあ住宅宿泊を認めるというのはやはり投資計画のあり方としてまあいかがなものかと思いますし陳情なども相次ぐように住居と同じ扱いにするということにはやはり私はまあ納得いかないところがありますであの次にです、ね、この具体的なあの、えー、ホテルの問題ちょっとお聞きしたいんですけど仁和、あのー、寺前に計画されているホテルの敷地ですけれども、あのー、この半分はまあ第一種住,住居地域で ホテルなどを建築するにあたっては3000平米以下しか認められていないと、でもう半分は第一種低層住居専用地域で、宿泊施設は認められていないと、お聞きしてたら、えー、半分以上の敷地のほ多い方の敷地の規制が優先されるという話ですけれども、ただそうであっても、この都市計画上ですね、3000平米超えるようなホテルを作るということは、 この例外措置があるとしても、ですねやはり本来の都市計画の,あの趣旨に背くものじゃないかというふうに思うんですが、この点、いかがでしょうか高木部長はいあの、えー。用途地域が敷地の中でですねまあその境界線があって、2つの用途地域にまたがる場合につきましては、下半の用途地域。 ですね、まあ制限が、えー、その、えー、敷地の用途制限になるという、えー、法律の、えー、制限でございます。えーあのまあ、この敷地において3000平米の、えー、規制があるといった場合にそれを超えて建てようとした時にはですねあの、まあ、現在 えー、観毎日推進室の方で、常動室、宿泊施設,施設の選定の制度を運用しているわけでございますが、建築基準法上は、えー、建築基準法第48条に、えーまあ、その制限と正し書きの許可制度というものを,、えーまあえー、を設けているものでございましてこの、この条文、この法律の規定に基づいて対応していくということになります。 私、やはり問題だと思うのは、まあ、そこの地域はあの住民の方、まあ、その南側住んでいる方からするとあの、まあ、ホテルとか作られない非常に一番厳しいところですよね、規制の、ね、厳しいところに暮らしていて。 ある意味、そこから急激に変わったらいけないからあのこの3000平米という、まあ、あの規制が加わっているというふうに思うんですけれども、まあ、そういう都市計画の考え方からしてやはりちょっとやはりこれはおかしいんじゃないかと思いますし今ちょっと許可制度の,あの、まあ、建築事業法上の、ね、許可制度の話ありましたけれども私も存じておりますけれどもただですね、あのここはその許可制度を本当に使うのが不錯心かどうかということはよく本当に考え直していただきたいと思うんです。でというのも あの世界遺産条約に基づいて、あのこの京都市、古都京都の文化財を保護するということで、であのこの、えー、京都市の仁和寺も含む、そういう世界遺産について、その周辺のバッハゾーンですね、これはあの都,市計画のあの都市計画の関係の法令によって守っているというふうに、あの京都市が文化庁を通じてユネスコに説明しているわけでありますね。で そういうことで言ったらあのその国際的に、まあ、この間あの、これ私、島川神社のことで犬ス助と交渉する中でそういう話が出てきたわけですけれどもあの国際的にはそういうふうに日本京都市としても、まあ、文化庁を通じて説明しているにもかかわらず、まあ、こういう形であのこの上質宿泊誘致制度などを使って、まあ、抜け穴いわば抜け穴みたいなものを作って新たなホテル誘致するというのは、まあ、この大規模なね 規制を超えるようなホテルを誘致するというのは、やはりいかがなものかというふうに思います。え本来の京都市の新景観政策えおよびこの都市計画の趣旨そのものも損なうと思うので、ぜひこれは撤回する方向で、これは京都市総体都市でね、あの都市計画を所管する、えー、とこのこちらの局と、参観、あるいは参観、えー、にありますかね、とぜひとも相談いただきたいというふうに思いますいかがでしょうか。高木部長 はいあの今、委員のおっしゃった中で、まあ、抜け穴である、おかしいという,うお話、ご発言がありましたけれども、えー、そ,れそういうものではございません、えーまあ、制度にのっとって、えーまあ、取り組むということでございまして、えーまあ、あの用途許可におきましては、えーまあ、手続きの中で、えー、建築審査会の第三者機関における審査というのもございますし、 現地での公聴会の手続きも踏むということになってございますのでその、まあ、建設が周辺に与える影響がまあ 一定あのしょうがないという、えー、合理的であるということが、まあ、その,その審議がされた後に許可をするという手続きになってございますので、まあ、そういった、えー、しっかりとした審査の上に、えー、手続きを進めていくということになります。景、え、観、ー、の面については別途、景、え、観、ー、政策の方で対応しているところでございます。 まあ、あの次にですねあの団地再生計画のことでちょっとお伺いしたいと思います。あのや,やはりこの、まあ、先ほどもちょっと質疑あったんですけれどもこの団地再生計画にあたってあの私はやはりこの市営住宅に住んでいる人だけではなくて地域全体のまちづくりの核として団地再,あの再整備は進められていく必要があるだろうというふうに思っています。でその観点から考えて もうやはり学区単位での説明会などを開催して、丁寧に取り込んでいく必要はあるんじゃないかと。いうふうに思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。川村部長。はい、ありがとうございます。えっと、もちろん、えっと、そういう取り組みは必要かというふうには考えております。ただ、先ほども少しあのお伝えしましたが、まずは団地にお住まいの方々の住戸の。 建て替えを進めていかなければならないというふうに思っておりますのでまずあの重工の建て替えをするための地域の皆さん方ともそこにお住まいの方々の皆さん方とまず丁寧にお話をしていくことが求められているのではないかと思ってますただ将来的にはその地域だけではなくて周辺地域あるいは学区あるいは行政区という形での連携が必要になると ことと思っておりますので、現段階におきましても、取り組みを進めるにあたりまして、各区役所、あるいは学区の会長様、地域の自治会の役員の皆様方にも、情報をお伝えをしながら、連携をして進めているという状況でございます戸あの地域の役員の方にも進めながらという話があったんですけれども。 やはりこれはやはりこのそこに住んでいる住民全体に関わる大きな問題ですのでもちろんその現在お住まいの方の話よく聞くとすごい大事なことなんですけどあのそれとこう並行してあの結論をあのこういきなり周辺の住民に言うのではなくてそれに至る前にですねまずこういう案で検討したいんですけれどということでまあどういうエリア分けにしていきたいかというきちんとした構想をですね 案の段階で周辺の住民にも図る必要があるんではないかというようなもんですが、この点、いかがですか河村部長。はい、えーと、それもおっしゃる通りかというふうに思いますが、あの繰り返しになりますが、えー、と今、いろんな、えー、とお声をいただいております、例えばあの将来、えー、空いてくるエリアについてはどう活用するのか、まあ、正直あの、えー、何も決まったものがございません。 でそういう意味で言うとまずは建て替えをするということがまずは近々喫緊の課題でございますんで何も隠してるつもりはございませんが断じ計画を進めるということで言うとまずは学の会長さんとかに情報提供を入れておりますし必要ということであれば えー住民えー、地域にお住まいの方々含めた住民の説明会というのは、えー、開催をしていくことは否定はしませんので、えー、そういうことも検討していくことが必要だというふうには申し上げておきたいと思います富樫審。検討状況についての資料をもらったら、まだ渡せないって言われて、私にさえももら,もらえてないという状況で、果たしてどこまでの情報を住民の方に提供されているのかわからないんですけれども。 やはりそのまあ、決まってないという状況も含めて、ですねまだ決まってない、白紙の状態であるというところは、白紙状態であるということで、はっきりとそういう形で、あの意見を本当に聞いて、合意形成を図るということをやって、住民みんなでまちづくりをしているというような、そういう形を取るべきだというふうに思うので、ぜひそれはあの真剣、ちょっとそれは考えていただきたいと思います。で あのー、この住市営住宅の、まあ、今回の、あのー、市営団地再生の、えー、対象で上がっているところというのは、養、あ、成、のー、三分東、近隣、三条、岡崎ということで、まあ、非常にですねこの、えーまあ、京都市内の中心部で人気の高い区域だというふうに思っています。で 京都市営住宅全体で管理職コース縮小していくという方向、先ほどもお話ありましたけれども、示されましたけれども、競争倍率を見ましても、ですねあの中心部については、この40倍超えるところがあ,のあるわけですねであの、この団地再生計画の対象になっている地域のすぐ近接したところの市営住宅も、40倍の41倍だったかな、競争率があると。 いうことになってまして、入りたくても入れないっていうような状況はある,あるんですよ。でですから、その点に言いますと、このえ、この今回の団地再生計画の度、外値は非常に人気の高いところでもありますし、若い世代の定住が課題って言うんだったら、やはりそういう世代を誘導する。まあの減免制度を拡充するなどのまあ取り組みしながら縮小ではなくて拡大していく必要あるんじゃないかとで加えて。 一定の収入のある若い世代も入れるように収入の基準をまあ広げていくということも必要ではないかというふうにえ思うんですが、この点、いかがでしょうか平松室長、はいあの。現在の本市の市営住宅でございますけれども、え約2万3000戸の管理個数に対しまして、え入居者は1万8000戸を下回ると、えさらに公募しても応募がない団地ですとか、え募集個数よりもえ応募が少ない団地が。 でございます、えー、さらには当選しても辞退される応募者も多いと、えー、そういった実態を踏まえますと、えー、市営住宅としての供給量は、えー、充足しているものと考えてございますので、えー、市営住宅の個数を増やすことは考えてございません、えー、さらに、まあ、民間住宅にも空き家が多く発生している中でございまして、今後は、えー、官民連携による住宅セーフティネットの機能の確保が重要であるというふうに考えてございます。えー、市営住宅にについいいてててはは実情に合わせて管理個数などは減らしていくという予定でございます、えーそして であの町づくりの観点から言いますと、団、えー、地再生事業により生み出される用地を活用いたしまして、えー、民間活力を活用した住宅建設や、えー、にぎわい施設を誘致することなどによりまして、地域コミュニティの活性化や魅力ある町づくり、えー、に資するように有効活用をしてまいりたいと、そのように考えております。 あの賑わい施設、誘致あのでなんかうまくいくかって言ったらそんなあの甘い話じゃなくてですねやっぱり住む人が増えること自身が賑わいなんですよ、一番の賑わいは住む人が増えることだとそれは絶対に逃さないでいただきたいなと思いますしちょっとあの市営住宅全体であの数があの十分余ってるという話があるんですけど 40倍コルトがあるわけですよねで中心部なんかそういうところが多いわけで、まあ、その点で言ったら中心部は少なくとも不足してるわけでそこではしっかり確保する必要があるし、あのー、でこれさまざまなこの本当にお金がなくて大変な若い世代も一定の収入ある若い世代も含めて京都に住みたいけどまあ住めないような方なんかもしっかり広く受け入れていくということが必要だということを最後指摘をしておきます。 それで、まああのいうことで、まあ、ぜひですねあの、ホテルとかではなくて、住む人を増やすとか、市営住宅を増やすとか、いうことも含めて、ぜひこう検討求めて終わります進行いたします、兵頭委員。共同委員 よろしくお願いいたします、えー、と私どもまずはじめに、えー、建築指導についてお伺いしたいと思います、えーまあ、今回あの建築指導あの確認等の事務でももちろん当然あの計上していただいているんですけどもその中でですね2009年にあの京都市ではあの総裁上の建築等に関する指導要項を改正されてまして あのいわゆる100平米以下の小規模の総裁上、いわゆる集会場扱いなんだと思うんですけれども、そういうところも、いわゆる指導要項の対,しあの指導の対象になったというふうに私、認識しております。で、あのこの中でいくつかあの、いろんな細かい規定があるんですけれども、1つはですね、あのその中の 4, 4番の目,目的の中だったかな、協議等について、いわゆるその京都市の、 あの建築物等の建築にかかる住環境の保全及び形成に関する条例と同様に住民及び事業者双方の協力のもとに実施していこうということが明確になったというふうあの書いてあるんですね。で実はこの中でそれでも未だにいろんなその建築を葬儀場がされるときにですねちあの周辺住民とねやはりそのトラブルがあのよく起こることを聞いておりましたのであのいわゆるこの今回その葬儀場建築許可というのもこれ年間大体どのぐらい あるのかということとですね、その中でこの直接本市の方にあの住民の方から苦情が入った件数が何件か教えていただけますでしょうか。高木部長。 はいあのまず、ですね、まあ、総裁上要項に基づく、えー、これはの許可ではございませんであの、申し出件数ということで、と届け出制度でございます。えーまあ、年間数件程度で、えー、推移しておりまして、過去5年におきましては14件の申し出が、えー、ございます、えー。苦情や相談なんですけれども、えーまああの、統計を取っているわけではございませんが、 まあ、要項に基づく標識が現地に設置された、際に。周辺の住民の方から、複数件お問い合わせいただく。まあ、懸念される声をいただくといったようなことはございます。共同委員。はい、ありがとうございます。ちょっと、私の認識不足で申し訳ありません。あの、今。いわゆる届出という形ですかね。申請ではなくていう,という話ですけど。で、その中でですね。ちょっと、あの。私、この要項をじっくり見させていただいたんですけれども。 あのいわゆるその第3条から第8条まではいわゆる事業者と住民とのことがしっかり規定をされているんですけれどもあのやはりその中の読み方の違いによって事業者があの解釈を変えてあの動くことによってかなりそのトラブルが起こっているというに私は認識をしております。 でまあここで細かいこと言ってもあのいいのか分かりませんけれども、例えばその第7条なんかは10日以内となっているんですが、先ほどおっしゃったみたいに、看板を設置してしばらく10日間も空いているから、いわゆるその住民が急に不安になって、何ですかこれはということで、慌てるパターンが非常に多く、私の問い合わせも入ってくるわけなんですね。ですから、そういった日程のことですとか、あとこれも聞いている内容で恐縮なんです、細かい内容で恐縮なんですけれども、いわゆるその説明となるから。 パンフレとかチラシを作って巻いただけで説明終わりましたというパターンもあるんですですからそういった点でもう少しこの内容というものを細かくあの見直す必要があると思うんですがそのあたりいかがでしょうか高木部長 はいあのまず、えー、標識を設置して、えー、その後、ですね、えー、周辺の関係、まあ、周辺関係住民の皆様への説明ということですが、まあ、あの速やかにという意味合いで10日以内というような、えーまあ、制度とさせていただいております。 まあ説明内容につきましては、建築計画上の措置、管理運営上の措置など、ですねまあ丁寧に説明をしてもらうということになってくる形になってございますが、説明の仕方につきましては、その周辺、関係住民、具体的には、総裁上の敷地境界線から水平距離が100メートルの範囲にある土地の所有者ならびに、 建築物の所有者および占有者ということでございますが、えー、まあ、直接説明していただく方法については、えー、まあ、特にま定めはございませんけれども、住民からのご要望があれば、えー、それに応じて説明するようにという指導をして,ております。共同委員、はい、ありがとうございます。あ、まあ、そのあの直接その住民からそういう話があればするように指導しているという話があるんです。実際に。 あのもうしてますからしませんというパターンもやっぱりお聞きしておりますのでですからこれはあの建築基準法上クリアしていれば別に説明しなくても立ってしまうわけなんであの事業者とかから見ればですからそういった点ではあ,のあんまり法的な拘束力ないかもしれませんけれどもやはりもう少しその行政として市としてそのあたりあのやはり周辺の住民にしてみたら非常に困る問題だと思うのであの丁寧な対応になるように。 もう少し法整備というか、この実施要項、細かくしていただきたいと私は思うんですそのたり、もう一回お聞かせいただけますか。高井長はいあの実際にですね、この要項に基づきまして、あのしっかり、まあえーまあ、指導、働きかけは、今のところ、すべ、えー、ての県においてできているかなというふうに思ってございます。あのえーまあ、周辺、えー、とその要項の要目的自身がですね えーまあ、誠意を持って協力するよう努めるということを、まあ、挙げておりますとおり、えーまあ、ご要望、ご不安な点知、えー、域から上がった場合、えー、しっかりと事業者の方に説明をするようにというふうに働きかけをしておりまして、まあ、その点あの、えーまあ、しっかり 取り組ままれてていいいることかとかう,うに思ってございます、まあ、加えましてあの、100平米をですね、えー、超えたものにつきまして、100平米を超える総裁上につきましては、この次の段階として、中高層条例による、まあ、説明、えー、義務というのがかかっております。で、ここにおいてもですね、引き続き取り組んでいただくわけでございますが、まあ、仮に紛争の解決に至らなかった場合については、調整や調停の制度で粘り強く、地域からの申し出のもとにですね、 えー、京都市が間に入って調整をしていく言、えー、っておりますし、今後も引き続きそうさせていただきたいというふうに考えてございます。長野委員、はい、あのぜひお願いしたいと思います。あのまあこのコロナ禍で最近その葬儀というものも全部あの小規模家族数増えてきまして、あのいわゆるその新しく建築するとかも皆さん小規模的な。 いわゆる総裁上、増えていると思いますので、そういった点で、ますますこれからきめ細かな対応をまた言っていただきたいと思いますそれのあたりお願いしたいと思いますま。この質問はこれで終わりたいと思います。次の質問にいきたいと思います。先ほども下村委員の方からもちょっとご質問があったんですけれども、新景観政策のさらなる進化の中で、ですねあの夜間景観について、私もちょっと代表質問で夜間景観について触れさせていただいたんですけれども、私も同じようにちょっと一点気になることがありまして、 いわゆるその河川にかかっているいわゆるその明かりですね街灯ですねあの私もこう川とかいわゆるその夜間あのウォーキングを含めて歩いたりいろいろ見てますけどもその中であのまあ多分これは建設局の方の,あの川てのいうかあの橋梁の関係になってくると思うんですがあのそこの計画にのっとって行っている しめたないと思うんですけども例えば街灯もそうですし場所によってはきれいに灯籠が整備されているところもあれば場所によってはあの先ほどお話もあったかもしれませんけどもあのいわゆる道路だけに照らすような配慮されているあの明かりもあれば電球色もある。そううかと思ったたら水銀灯のギラギララしたような 丸裸のの電球のところもあるそういった点で見ているとです、ね、もうのでバラバラに見えている状況の中で、やはりその今後、そういった夜間の景観をしていくときにです、ね、やはりその建設局さんの方と合わせて、なしなみを揃えて、そういったものはあの、まあ、今、この財政厳しい中なので、開始は無理だと思うんですけども、いわゆる見直しをしていく、橋梁ょうを変えていく夜、あの防災で片手変える、そういうときには、そういったものをぜひ配慮していただきたいと思うので、そのあたりのお考えをお聞かせください。 山本部長はい、えー、現在、警官セクションの方で、えー、夜間警官に向けた、えー、指針の取りまとめをしておりますが、えー、これは京都市としましても初めて。 夜間景観の何らかの指針をお示しするという形になっております。まあ、これからこの指針に基づいた美しい夜間景観づくりに向けた取り組みのやっと里らに立つというようなそういう状況かなというふうに思っております。今後のの話でごございますけれども例えばあの先生ご指摘の橋梁 まあこの他に大規模な建物であったり大規模な公園これは皇居で整備するものがこれからもあろうかというふうに思いますそういうものの改修あるいは整備更新を行うような際にはこれはもちろんコストとか管理の課題っていうのもありますので、まあ、そういうことも十分に加味しながら あのわ私どもの方で策定いたします指針を活用した、えー、魅力ある夜間景観づくりが進められるように、えー、関係部局ともしっかり手を携えて取り組んでまいりたいというふうに思っております。協同委員、はい。ありがとうございます。あの私はちょっとあの果実の代表質問ではいわゆるその光害についてのお話をさせていただいたと思うんですけどそういったのは。 あの橋もそうですし今おっしゃったようにそのビルとかここに全て含まれてくると思いますそのあたりあのこの都市計画の方でしっかりとやっていただくこと非常に期待しておりますのであのよろしくお願いいたしますこの質問はじゃあ以上で終わらせていただきます次にお質問にさせてもらいますえと次にです歩く町京都の総合交通戦略についてお聞きしたいと思っておりますあ2010年にいわゆるこの戦略が策定されましてその時のですね目標で非自動車分担率が80%となっています でこれにつきましては、あの今回も経、ま、済、あ、されてますけども、あのいわゆるその目標、いわゆるこの推進していく中で、この時のやつは徒歩、自転車、公共交通の利用率を80%にしていこうという目標だったんですけども、この目標のいわゆるそのこの10年間で、ですねあのどのぐらい達成されたかということを、まあ、一つ聞きたいことと、ですねあと、この、えー、といわゆるこの総合戦略そのものは、この10年間でどのようにあの成果が上がったか、そのあたり、ちょっとあの教えていただけますでしょうか。目指 はいまます、えー、まずあの自動車分担率ですけれどもこちらの方、えー、我々このご紹介いただきましたアルクマジック競総合戦略策定を10年前にいたしましてですね3つの柱を中心に取り組んでまいりました1つは既存公共交通の利用促進それからまちづくりの観点それとライフスタイルの変換というような形でモビリティマネジメントなどに取り組んできたというところがございます。こうしたまあ取り組みの結果ですね、えー非自動車 80%超、これを目標にあのご紹介いただきました取り組んできたというところなんですけども、えー、ちょっとあの10年間ではないんですが平成12年に28.3%だったものが令和元年度22.3%にまで、えー、来ているということで。えーあえーと 分担率が78%ですね、178%にまで、えー、非自動車分担率は来ているという状況でございます。ちょっと、えー、令和2年度については、ちょっとコロナの影響がありますので、えー、ちょっと調査をしておりませんが、そういった状況まで来ていたというところでございます。それ以外にですが、この戦略の、えー、成果といたしましては、例えば市内の交通量の低下ということで、市内全体では、えー、22年度からで約8%減、市内中心部では6%の減少というようなこともございます。また 公共交通利用者の増加ということで申し上げますと、鉄道利用者数については14%の増加、バス利用者数については19%増加、こういったような成果を上げてきたというふうに認識をしております員、院分かりました、ありがとうございます、もう今78%ということ、あともう少しで、ね、じゃあ、目標達成ということですね、あのこれはあのぜひお願いしたいと思ってます。であの今お,あのお話の中ののの中中でつつ一にあのモビリティマネジメントという言葉がありましてあのこれも実はその この予算の中にモビリティマネジメントいわゆるスローライフ京都プロジェクトという言葉の中に書いてあるんですけれどもあの実はあの東京とですねあの東京もはじめとしてですけれども神戸ですとかあ,のあと福岡だったかなあとそのああと近くで行くと奈良市ですかねそこで実は実証実験が始まっているんですけれども電動キックボードの実証実験が始まっています。これにつきましては いわゆるその観光用にあの使えるようにということで現在あの認,可を認可というか実証実験を3月末まで行ってらっしゃるんですけれどもあのいわゆるこの京都においてもいわゆるこういった観光地でありますからいずれこういったあのモビリティが入ってくると私はちょっと想像しているんですけれどもあのそれが小型特殊自動車なのか免許いらないのかこれからの,あの議論になってくると思うんですが都市計画のいわゆるモビリティマネジメントの中にそういった電動キックボードのようないわゆる新たな第三の交通手段ですね。 そういったものも視野に入れてらっしゃるかどうか、そのあたりをお聞かせいただけますか。梅長 はいあの今あの、委員からもご紹介をいただきましたがそれ以外に、まあえー、と平成31年度に他都、まあ、市の状況で取り組みといたしましては福岡市の方がこのシェア型の電動キックボードにかかる規制緩和の特定案ということをされてございますが、まあ、これに対して、まあ、あの警察庁さんからは少しこの歩道倉庫の上で安全上の課題があるかなというようなご指摘を受けているというようにお伺いします 例えば、その中で出てたのがフランスなんかで起きますと歩道での電動キックボードの事故が増えてきているということですとか時速が25キロくらい出るということなんでちょっとそのあたりがやはり危険ではないかというご指摘だというふうに思っているようにお伺いしておりますただ、今あの委員からあったような民間事業者の方でですね令和5年元年の5月にこのマイクロモビリティ推進協議会ということを立ち上げられましてですね取り組みをされてきたとそういった中で今、紹介のあったような方で令和2年の10月からこの、えー 今年の3月まで、ですねこの実証事業を、実験をされているというふうに聞いております。今回の実験では、この、えーえー、自転車レーン、ここで、えー、やっておられると聞いておりますけれども、まあ,あの原付き免許保有者がヘルメットを着用するような形で、えー、やられているというふうに、えー、お伺いしております。ままあ、そういった動きも受けまして検査、えー、警察庁の方でも、えー 多様な交通主体の交通ルール等のあり方に関する有識者検討会、こういったものを立ち上げられて、今、検討をされているところでございます。我々といたしましても、この公共交通と、このパーソナルモビリティ、これをまああのどういった形で役割分担をしていくのがいいのかなということで、いろいろとこうえ検討もしているところもございます。 その中で、ですねやはりえ市内中心部とか人気の観光地というところにいますとえ今の状況からいきますと歩道からえ人がちょっと溢れるような場面も今ございますのでそこは難しいかなというようなことはございますけれども一方、周辺の観光地などそういったえ地域によりますけれどもそういったところでの活用の可能性これはあるのかなというふうにえ考えているところでございますま。ああただ若いいいい人には使使えまますけどどどなななかなか高齢の方などえ使うの方ううう難しいという問題もござ 形がいいのかということで、これがらのえアンテナを張っていろんな動きを注視していきまいりたい。こういうふうに考えておるところでございます。共同委員はい、ありがとうございます。まあ、あの実は大手あのディスカウントショップですかね。あの、もう今回原付の登録できるタイプも発売始めたそうで。 これからのますますそういったものが増えていくと私は実は思っております。今あのいろんなことを言っていただく私もすべてあの認識をさせていただいてたんですけども、あのまあこの実証実験が終わった後にいわゆる警察がどのように認可をしていくかによると思うんですが。 あのまあ時速19キロまで抑えて自転車レーンを走るとかいろんなこともあの今試行錯誤されていると思うんですけれどもあのもしこれがあのいろんな形新しい形としてあのメジャーになったとき京都にもかなりの数が出回ってくると予想しておりますのでそのあたりはあのまた大変かと思うんですがぜひあのこの、ま、あの京都のまちづくりの中であのしっかりと企画をしていただきたいあの検討していただきたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします。以上で終わります 進行いたします。橋村委員。橋村委員。まあ、あの都市計画局ということで、まあ、先ほど、あの。 島村議員からもあったんですけどね今年のこの予算というのは、もうかつてない、まあ、京都市の歴史の中でも大変近年、厳しい予算編成であるということになりますし、まあ、当然、各局に課せられた本当に重いものがあった中で予算を編成されて、今、提案されているわけなんですけれども、まあ、そうしたときに、やはりそれぞれの局のどんだけあの汗を流したか、知恵を出したか、まあ、そういった点がものすごく 問われるところでありますし、まあ、部長から言って答弁はいただいて、まあ、あまりイベントが、ね、ない局という、それぞれまあ局にはその特性がある中でのやりくりをしていただいたと思うんですけれども、まあ、せっかくの機会で済んで、鈴木局長から、まあ、今回の予算編成に対する思い、また特に、えーまあ、まあ工夫した点、特にこの事業については、必ずやり遂げるということでの、えー、予算つけられた点について、まあ、まずお聞かせをいただきたいと思います。 鈴木都市計画局長失礼いたしました 今、委員の方からも、局の屈辱性というお話ございまして、えー、私ども、安心安全にする取り組み、また京都の未来を展望して、持続可能な都市の構築にする取り組みなど、えー、本市の重要施策にかかる予算をた,たくさんいただいております、そういった意味で、私ども、イベント等でありましたりというのは少ないございますけれども、あの一方、先ほどもやります補助金等の関係も、やはりあのい,い,、えー、いくつかの政策目的に合致していただいております。そのまず補助金をどううしていいくののかというのやっぱ万全 補助金を使うことはないというのは、これ、持続能のえ審議会の中でもいろいろと言われておりますけれども、私どもとしてやっぱりその安心安全等々のえ政策をえ貫いていくためには、そうした補助金はしっかり確保していきたいというふうに考えてございます。まあ、あの苦労という意味で言いますと、のこ,のこの1年間、ずっと審議会がありまして、その中でいろんな意見をいく中で、私どもの予算をどうしていくかというのは、常に考えてきたわけでございますが、基本的にはあの私どもやはり、都市計画マスタープランの見直しに要する予算を確保して、え、ー 持続可能な都市を構築していくというところをメインにして、えー、構築あの予算編成をしたところでございます。えー、まあ安心安全等々また団地再生等々いろいろと予算の厳しいところでに,にもかかわらず、予算、頂戴いたしておりますので、その分についてはしっかりと事業を進めて、えーえー、京都の発展に資するよう、取り組みを進めたいまいりたいと思います橋村委員まあ、ねあの。さまざまなご努力をいただいたわけでありますけれども、まあ、そうした中で、午、えー、前中から出ておりましたようにね。 市内周辺部における生活交通の維持、確保にかかる民間バス事業者等への支援ということで、まあえー、予算がついているわけなんでありますけれども、まあ、あの私はまああのこれ、吉井議員が代表質問で、山下のバス路線の問題を取り上げ、まあ、先ほども寺田議員の方からですね、 まあ冒頭に質疑があったわけでありますけれども、そうした中で、大変厳しい財政の中で、都市計画の中で、この予算というのは、私はものすごく注目をしておりますし、なかなかその、ね、なくなったものを復活をしていく、あるいはまた、その厳しい中での取り組みをしていくという中では、なかなか歴史的な市長の答弁でもあったと思うし、それに応えて、交通局を中心に、また、 都市計画も局もです、ね、頑張っていただいて、いろいろとこう予算をつけていただいたわけなんでありますけれども、これはやはり初めの一歩でございますんで、ね、もうすぐこれ、期待できる事業かと思うんですけれども、まあ、この総理、評価するようにです、ね、やはりこの吉銀の代表新聞の次の日の京都新聞の一面にです、ね、で千葉市、山市内運行へという形で、まあ、これ、まず、 議員が代表ね、代に質問しても、一,一面に個人名が出るということはまずないのが大体、われわれの常識でありまして、いかに重い質疑であってかということが、まあ、端的に表れている点であります。そして、市バスが山下から市場、河原町方面へということで、本当にもう四半世紀ぶりに復活ということにりまます私はた,またま隣の第5に住んでおります。ので亡、まあ、くなった経過 もう経験をする中で、まあ、第五山科というのは、やはり地下鉄はついたけれども、まあ、その分、市バスが徹底する中で、大変厳しいご意見があった、そしてその中で、市バスがなかなかやったら、地下鉄をつかえへん方がよかったなというようなことをね、もう散々言われる中で、いろんなことを体験する中で、まあ、第五地域、山科地域というのは苦労してきて、まあまあ、今日至るわけでありますけれども、まあ、そうした点を踏まえてですね、私は極めて、 えー、重い質疑であり、答弁であり、またしっかりとしたこの希望を与える予算をつけていただいたと思うんですけれども、その点について、まあ、ご見解、思いを聞かせていただきたい,と思います、はい、横井交通政策担当局長。 橋村先生本当にありがとうございます。あのこの間ですね今日午前中にもあのお話ありましたが、まあ、この間事業者をめぐる状況というのはまあ高齢化、人口減少、まあどんどんお客様が少なくなっていくという状況になってきてます。でそこに加えてこのコロナ禍ということで、お,おそらくお客様の減少の状態というのはこの本当やったったらまあ五年十年で進んでいた部分がこの一年間で一気に来ているのと違うかな。まあそんなふうに我々は認識をしております。まあその中でですね非常にあの路線を維持するのが やはり民間事業者さんにとってもぎりぎりになってきてまして、まあ、従来われわれが支援をしていた新規でありますとか充実でありますとかそこに対する路線充実の支援をこれまでやってきたわけですがやはりそこはなかなかあのこの手法では難しいでで、まあ、今回新年度に予算でお願いをしておりますが住民さんがあのボランティアで運転をされるバスですねこれに対する支援制度、まあ、非常に金額は200万ということではありますがあの先ほど鈴木が答弁申しましたが今年補助金は の様々、見直しを進める中で、これ本当に少額かもしれませんが、私自もですね。非常にまあ大きな前進やというふうに考えております。あの今後もですね。これをしっかり成功事例に結びつけてですね。取り組んでいきたいということがまず一点です。それと、あの市長本会議で答弁申しました。あの、山科区の芝白の運行の。 件でございます。あの詳しいご答弁は私からは避けたいとは思いますが、先ほどま申し上げたような状況の中で、し、それから住民様、それから事業者、いろんな主体がですね知恵を絞る、これが非常にま大切なことだと思います。あの本当に足がかりとして大きな礎が築けたものかというふうに私も認識しております。あ、今後ともご指導よろしくお願いいたします。橋村委員、まあ、あのたまたま質問者が。 吉井議員も大変よく頑張っていたし、富井議員も、ね、地元として頑張られましたし、まあ、会派からも、ねまあ、以前からあこの問題についてはです、ね、予算要望を加算できた中での決実と思いますし、まあ、それ以上に、やはりそこにお住まいの住民の皆さん方あの切実な思い、まあ、特に自治連合会を中心に、ね、しっかりとその声をまとめていただいて、どんな、ね、あの実験をしていただいた、流していただいた、まあ、そうした方々に、 本当に敬、ね、意を表しますとともにね、まあ、今回の素晴らしい成果、ともに共有しながらね、分かち合う中で、次の一歩に落ちるのをと、ね、もにやっていく時期かなと思うわけであります、うん、まあこれはまあ山下区の事例でしたけれども、まあ、やはりこれによりまして、周辺地域ですね、まあ、いろんな伏見にも今、努力しておられるところもありますし、いくつかの候補があろうかと思うんですけれども、その辺に与える影響、まあ、分かる範囲のスケジュール的なものがですね、 えー、言えるのであれば少し言っていただければありがたいと思いますし、まあ、えー、なかなか難しいのであれば今できる段階でのお答弁をお願いしたいなと思います。西原担当部長、はい、えー、地域主体の生活向上支援、えー、申しましたようにあの、えー、厳しい中新たなあの予算をつけて。 えいただくようお願いしているところでございますけれども、現在、市内におきましては、一生懸命地域の方々が生活交通の確保に向け取り組んでいらっしゃる地域が <laughs>、特に周辺地域につきましては、<laughs> ご不便なところも多くて、のその分、取り組んでいる地域があの多数あるかと思います。中でもあの地域の まちづくり計画の中に一環として位置づけて地域全体であのこのまちの将来をどうしていったらいいのかというところに取り組んでおられる地域が伏見区にも山下区にもま他の地域でも見られるところでございます。私どもはそういった地域の皆さんが主体となってまお取り組みになっている地域まこうしたところで今回の制度があのご監視が終わりなところでしたらあの区役所とともに あのご相談に応じてまいりたいと考えております。ちょっとあのこれから区役所とともにあの具体的な地域等について、あの地域のご要望とかお聞きしてご相談に応じていきたいと思っております。す橋村委員。まあのまちづくり計画にね。まあ、いくつかの行政区の中で、まあ、いろんな地域が位置づける中で、まあ、住民の方々が本当に頑張っている地域もありますので、しっかりとその辺を踏まえながら新たな。 次ののステップに向けての取り組みをお願いいいしたいなと思います、まあ、第5地域はまあ幸いというんですかね、あの京阪が一定残る中で、まあ、第5コミュニティバスを、ねまあ、市民の皆さん方が主体になって、まあ、当初は、えー、その公の力を、ね、借りることなくです、ね、まあ、自主運営をする中で、まあ、今は経路上首相であるとかね、副首相、あるいはまたその第5センターのバスターミナルを、ね、ちょっと提供していただくとか、まあ、大変、 取り組みをされてきてきもうすでに15年、6年経つ中で、もうすでに802万人以上の方からご利用されているようなところなんですけれども、やはりこれも、もうすでに15、6年経つ中で、やはり当時のやった方方がですね、やっぱりまあ高齢化をしていく,なしてくる、あるいはまた次の世代がなかなか育ってこないという中で、まあ、新たなその課題も出てまいりますので、まあ、いろんな工夫の中で取り組みをお願いしたいなと思います。それから、えー 楽南新都のまちづくり推進で、企業集積推進のための土地活用促進事業ということでありますけれども、まあ、この現状とです、ねまあ今年特に、えー、力を入れていく点について、まずご答弁を、ね、お願いしたいなと思います寺沢室長。洛、はい、南新都の進捗でございますが、えー、新しい京都を発信するものづくりの拠点となるよう、洛南新都 まちづくり推進プログラム等に基づき、企業集積の促進をはじめとしたまちづくりを推進しているところでございます。工場、また研究施設、事務所等を建築する場合の容積率の割増し、先ほど先生からご紹介いただきました土地消費者奨励金等。 あのこういった取り組みより企業立地はあの促進してきていると考えておりまして、令和元年度にです、ね、あの行いました土地利用調状況調査では、敷地面積割合ではです、ね、あの工場、オフィス、研究施設が約25%を占める、さらに製造業との倉庫や運輸関係施設を含めると45%に達し、一定の成果が出ているものとは考えておりますが、しかしながらあの、これ、さらなるあの企業集積を進めるには、 一定規模以上のまとまととりななる土地があの少ないといった状況がございますでこのため、ですねあのお、まあ、土地所有者奨励金の認知度を向上させるため、市民新聞への掲載、不動産事業への働きかけの周知を行っているところでございます。また、あの令和4年度に指定後30年を経過する、えー、経過する生産緑地所有者に対して、ですね、えー、特定生産地緑地地の指定がもし仮に受けられないといった場合は、地域の目指す方向に性に、えー、沿った活用が されることが望ましいと考えておりますので、2年4月に省力制度の周知を行っております。3年度につきましても引き続き継続して周知を行ってまいりたいと考えております。橋村委員、まああのしっかりとですね、その財政厳しい中で節約をするカットすると一方で、やはり言われるように新たにね税収を上げていく生み出す力という部分でやはり大変大きな役割を担う部分でございますので。 さらなる取り組みお願いしたいんですけれどもまあ今年度は前年度を比べてかなり予算がアップしてますけれどもこのアップの中身のを確認したいんですけどいかがですか寺沢市長増額理由でございます申し訳ございません、えー、土地所有者奨励金の増額でございましてこれにつきましては 土地をを取得ととしした企業業が創業を開始すすることを交付の要件としております、えー、令和2年度予算から大幅に増えている理由は、奨励金、まあ、拡充後のです、ね、閉鎖、平成28年度以降に指定された事業が多数、創業され、交付要件を満たしたことから、えー、増額しておるところでございます橋村委員あの。しっかりと、ね、こう成果を上げて、やはり企業を、ね、誘導できるようにお願いしたいんですけれども。 まあ、たまたまあの先般、これ、業財ですかね、まあ、近くの,あの横尾寺の菅本町にあります、うん、下水道局が、ね、所有している土地が売り、まあ、に出まして、うんまあ、これは場所的にあの南部クリーンセンターの近くをイメージしていただければありがたいなとは思うんですけれども、うんまあ、あの辺の位置にありましてです、ね、こう当初、こう予定価格はです、ね、これ9億8300万で売りに出たんですけれども、 まあ結果的には落札価格が30億を超えたということで、ものすごくその大きな影響が出てこようかと思うんですけれども、また伏見県にとりましても大変この地域にね、い意味でもですねいろんな影響が出てくると思うわけなんですけれども、やはりそれだけまとまった土地、また使い勝手、交通の利便性も良くなりましたし、クリニッーターの建て替えによって、だんだん地域のイメージも変わってくる中でね、特にこの落弾、新都周辺の 取り,取り組みがですね、やはり問われている、まあ、象徴な的な取り組みか,か,かとは思うわけなんですけど、まあ、それでも踏まえて、えー、何か答弁をお願いしたいなと思います。寺沢市長あの先生、ご指摘のとおりですね、あの企業集積あの、京都市の都市計にとっても非常にあの大切な取り組みと思っておりましてあのお、我々だけではなくてですね、産業観光局、それから総合企画局、行財政局とも一体となりまして、取り組んでまいりたいと思います。橋村委員 あまさにそのこの曲だけの話ですね。参加をはめですね。ましっかりと。連携をしながらですねやっていただきたいということを要望して終わりたいと思います。よろしくお願いします。はい。質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時刻は3時20分といたします。なお、5分前に予告放送を流しますのでご了承願います。